絶望名人カフカの人生論、柏木弘樹さん編訳より抜粋してお届けします。23、死なないために生きる虚しさ。僕の人生は自殺したいという願望を払いのけることだけに費やされてしまった。断片。自分自身を放り出すには自殺しかありません。しかしそれは先にも引用したように、嫌でたまらない古い独房からいずれ嫌になるに決まっている新しい独房へ何とか移してほしいと懇願するようなものだとカフカ自身が書いています。しかし懇願する気持ちはなかなか抑えきれません。自殺の願望を払いのけるためだけに人生が費やされてしまったとしたら、それはなんと虚しいことでしょう。しかし実際にはカフカは多くの小説を書き残しています。未完だったり断片だったりするにしても、人生の多くが虚しく費やされるとしても、それでもなお人は何かを成し得るということでしょう。お聞きいただきありがとうございます。青空エリネチャンネル登録よろしくお願いします。